漂い移る。拝み屋をやっていたイノさんという女性が体験した話だ。彼女の能力の真偽については、ひとまず置いておくが、地元では相応に名の知れた人物であった。そのイノさんのもと、ある時、ひどくやつれた様子の男性が訪れた。 精神的にかなり参った様子の彼を落ち着かせながら話を聞いていくと、どうも以下のような事情だということが分かった。男性を仮に和幸さんとする。和幸さんの一人娘が六歳の誕生日を迎えた翌日に自分の部屋で命を絶った。遺書のようなものはなく、 周囲の人間に聞いても、命を絶つ兆候すら見られなかったことから、一時は、和幸さん両親が疑われさえした。しかし、いくら調べても、突発的だという以外の結論は見出せず、結局やや遠回りをしたものの、そういう形でことは落着したという。だが、 それからどうにも奇妙な出来事が続いているらしい。亡くなった時の状態のままにされている娘の部屋から、バタンと何かが倒れるような音がするのだと、和幸さんは語った。さらに耳をそば立ててみると、ギシギシと天井がきしむような音や、グー、グーという、 うめき声らしき音まで聞き取れるそうなのだ。この現象に奥さんはすっかり参ってしまい、今は実家に帰って療養中だ。和ずさんは仕事の都合でまだ家に留まっているものの、毎日不特定の時間に起こるこの奇怪な現象に、どんどん心身をやつれさせていった。 このままでは自分もおかしくなる、と思い、藁にもすがる思いで、拝み屋の伊野さんを頼ったのだという。すぐにでも解決してほしいという和之さんの希望もあり、翌日には伊野さんは問題の家、もとい、問題の部屋を訪れることになった。俺はちょっと入りたくないので、 すいませんけどお願いします。そう言って聞かない和幸さん。イ野さんは内心、奇妙な現象が起きているとはいえ、自分の娘の部屋に入るのを渋るなんて、と、彼に呆れの念を禁じ得なかったそうだ。亡き娘に同情しながら部屋に入った瞬間、まずイ野さんは、 異様な湿気を感じたという。伊野さん曰く、この時季節は冬だった。しかしその部屋には、梅雨時期に何枚も洗濯物を室内干ししているような、そんな不快な湿気が満ちていた。ああ、これは何かおかしなものがいるな。そう思って天井を見上げると、伊野さんはそこに、 ゆらゆら力なく揺れる少女の姿を見た。顔の部分は霧がかかったみたいにぼやけていて、その霧の中からポタポタと粘っこい液体が垂れ落ちている。常人ならそっとおものなのだろうが、拝み屋をやって長い彼女は、さして動揺するでもなく、淡々とその場からキビを返した。 部屋から聞こえるという音の正体は予想通りのものだったから彼はその胸を和之さんに伝えてそれから本格的に処置を施そうと考えたのだリビングへ戻ると和之さんはテーブルに顔を伏せ耳を塞いで震えていたイ野さんはそんな彼をなだめて 今見てきたものを伝えたという。首を釣った時のまま、成仏できずにとどまっているみたいですね。すると、和幸さんは、うちの娘ね、手首を切って亡くなったんですよ。首なんて釣ってないんです。なのにあれ、毎日ああやって、ぎし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 鳴らしてるんですよ。 イ野さんは固まった。そんな彼女和幸さんは疲れ切ったうつろな目で見つめていったそうだ。あれ、どこの誰なんですか断っておくと、九段の家は新築で、以前にその場所で何か良くないことが起きた記録もないという。イ野さんはその後、 この件は自分の手には負えない胸を伝えて、お金を突き返し、半ば強引に手を引いたらしい。ある日突然湧いてくる奴っていうのはね、たまにいるんだよね。そういった猪ノさんは数ヶ月前、胸の大病で亡くなった。これは、 彼女が生前婚姻にしていた友人が本人が亡くなったからということで私に話してくれたお話である。和幸さんとその部屋がどうなったのかまではわからないそうだ。ムーンチョコ これな、もう50年近く前になる古い話なんだ。仮面ライダーのカードって知ってるよな。スナック菓子についてるおまけのカードで、男の子供らが競って集めた。カードの一枚一枚に番号がついていて、その新しいのを持っている奴がすごい一点で、小遣いのほとんどをつぎ込む奴がいたし、遠くの町まで遠征して買いに行く奴もいた。 スナックそのものがすげえまずかったから食べずに袋のまま捨てる子が多くてもったいないってことで PTA で問題にされ社会現象にもなった。ちょっと調べたんだよ。あのスナックが発売されたのが仮面ライダーが放映された年で1971年。俺がこれから話すのはその1年ほど前のことだ。 仮面ライダーカードとは直接の関係はねえよ。でな、俺は流行ってた時にライダーカードを集めてないんだ。だから仲間外れにされたりもしたが、気味が悪くってダメだった。カードがトラウマになってたんだな。なんでそうなったか、その理由を今から話すんだよ。五年生の時だ。俺は当時、 川崎の方に住んでいた。今でこそ少しは綺麗になったが、昔はな、工場地帯の真ん中で、大中小の工場が立ち並んでてな。海なんかありえない色してて、ひどい匂いだったな。で、俺はそこの商店街の通りに家があった。いや、俺の家は工場じゃなく、親父は郵便局に勤めてたから。 あの頃はゲームなんてなかったから子供はみんな外で遊んでいた。公園とかでボール使ってもそこまでうるさく言われることもなかったし。あと、あちこちに駄菓子屋があった。5円とか10円で買えるものがあったし、くじがついてて当たればもう一回っていうのも多かったな。で、小学校の学区にある駄菓子屋は 全部知ってるつもりだったんだが、いつも遊んでる同学年の木田ってやつが、新しい駄菓子屋見つけたって、学校の帰りに行ってきた。そんなのねえだろあるんだよ、これから行こうぜ。ってことで、ランドセル背負ったまま、木田について行った。通学路から外れて、運河の橋を渡り、 ゴミゴミした中小の工場街に出た。あちこちからギーギーガンガン何かを加工する音が聞こえてくる。こんなとこに駄菓子屋なんかねえだろ子供なんて来ないとこだ。俺はそう言ったんだが、木田は先に立ってズンズン歩いて、金属と薬品の匂いのする小道に入っていった。多分溶接とかメッキをやってたんだろう。 で、あれだ。って指さした先に、丸々発動機って看板が見えたんだ。駄菓子屋じゃねえじゃん。バラックみたいな建物だったが、まだそういう家は結構あった。そこはガラス戸4枚分くらいの店で、下がコンクリ、中は3分の2が工場みたいで、いろんな部品や工具があった。 自動車の半分くらいもある、でかい機械が見えた。その店の右側の壁に、確かに駄菓子が積み上げてある。くじとか、スイカとか、ふ菓子とか、どこにでもあるようなものが、申し訳程度にあった。ああ、つまんねえと思った。こんな三十分もかけて歩いてくるようなとこじゃねえ。 いや、ここにすげえ歌詞があるんだ。木田はそう言い、機械のそばにしゃがみ込んでる大人に、また来たよ。ムーンチョコをくれ、って話しかけた。そしたらその人が振り向き、顔を見て驚いた。金属のお面をつけていたんだ。当時はわからなかったが、溶接の時に火花が目に入らないようにするやつだ。 その人が立ち上がると、小学5年の俺らより少し大きいくらいしかなかった。くぐもったような声で、あいよ、と言い、棚にある金属の缶を開けた。ムーンチョコ2つ、と木田が言って40円出した。するとその人は、ほら、と缶の中から銀紙で舗装した。 10センチくらいのを出して、木田に渡したんだ。これがすげえうめえから、お前も買え。一旦外に出て見せてもらったが、メーカー名とか何もついてなくて、ただ青い字で、ムーンチョコとだけ書いてある。木田はせわしなく、銀紙を破ると、中のカリント型のチョコの半分を俺にくれた。 半信半疑で食ってみた。そしたらな、これが本当にうまかったんだよ。いや、未だにあんなの食ったことがねえ。チョコの中に、とろっとした液体が入ってて、舌がとろけるみたいだった。こりゃすげえ、と思い、俺も二個買った。で、むさぼるように食ったんだよ。気だは食い終わく弱って、包み紙を開き、 手のひらの上になんか青い切手みたいなのを二枚乗せ、一枚ずつ日に透かしてみてる。なんだよそれ。くじのカードだよ。こうやって月の景色が見えれば当たりなんだよ。な、おじさん。鉄のおめのおじさんは僕らを見てうなずき、そう、当たりが出れば月の世界にご招待。 なんて言うんだ。俺も自分のに入ってたのを透かしてみたが、ただの青いセロファンだったな。それから俺は、おじさんがいじってた機械に興味を持ち、それ何って聞いてみた。そしたら、宇宙船だよ。もうほとんどできてるんだが、まだ心臓部がない。そう言って、機械の中央部分を 手袋の手で指さした。その部分だっけ金属じゃなくて丸い薄青いガラスのボールがついていた。バスケットボールよりやや大きいくらいだな。これが心臓部そうだ。でも宇宙船はさすがに冗談だと思った。あの頃の小さい自動車の半分くらいで。 人が乗れそうなスペースはなかったから。おじさんは続けて、ムーンチョコ、美味しいだろ。外国から取り寄せてるんだ。僕たちの学校でも、友達に教えてあげてよね。って。それから帰ったんだが、みちみち、気だと、ありゃすげえ貸した。外国製ってのは本当だろうな。明日から毎日来よう。 仲間を連れて来ようぜ。そう話し合った。翌日、早速木田と二人連れて行ってみた。で、全員が三個ずつムーンチョコを買って食ったが、皆大感激してな。小遣いが続く限り買いに来るよ。って言っていた。仲間はどんどん増えて、二十人くらいが毎日駄菓子屋に行ってた。 ムーンチョコが売り切れるのを心配したが、おじさんが缶を次々奥から出してきた。あと、組み上げてる機械はだんだん完成に近づいてるみたいで、あっちこっち出っ張ってた部分が滑らかになってきていた。それから一週間後くらいかな。その時も十人ほどが駄菓子屋に行った。 そしたら藤島ってやつが大声で、ああ、月の景色だって叫んで、あのおまけのカードを見てたんだ。俺はそばにいたんで、見せてくれ、とひったくるようにして透かしてみたが、やっぱりただの青いセロファンだった。嘘つくなよ、と俺がなじると、おじさんが、僕、月の景色ってどんなんだった と聞き、藤島は勢い込んで、アメリカの旗が立ってた、アポロのやつ、そう答えた。するとおじさんは、ああ、当たってる。そう言って、藤島に名前と住所を紙にメモさせた。後で景品が自宅に送られてくるってことみたいだった。で、その翌日の朝だ。 まだ夜が明けてない5時頃、藤島が自宅から離れた湾岸道路に行って、ひき逃げに遭って亡くなったんだよ。トラックだったみたいで体がバラバラになってたそうだ。残念ながら目撃者はなかったが、そこを通る大型車は限られてるし、犯人はすぐ捕まるだろうって、うちの父親が言っていた。 このことを担任から聞いたときはショックだった。けどその日の放課後も、あの駄菓子屋に大勢で行ったんだよ。ムーンチョコの中毒みたいになってたのかもしれん。けど、店の戸がぴったり閉じられてて、ガラスには黒い紙が貼ってあり、閉店しました。ごめんなさい。って札が下がってたんだ。そこに来た全員、 藤島が亡くなった知らせを聞いた時よりショックを受けた。もうムーンチョコが食えねえんだから、やっぱ中毒みたいになってたんだな。あと、藤島の葬式がなかなか行われず、それは遺体の頭が見つかってないせいだって噂が流れたんだ。結局、5日ほど経って葬式があり、 同じクラスで仲が良かった俺も言ったよ。でな、俺はムーンチョコが諦めきれず、それからも毎日その駄菓子屋に行ってみたが、ずっと閉まったまま。10日目くらいかな。今日で最後にしよう。そう思って一人で出かけた。そしたら、店の中がなんか光ってるみたいで、ガラスに貼った黒い紙が、 時々白くなる。なんだろう。黒い髪の下の方に、わずかな隙間があるんで、俺は這いつくばり、そっから中を覗き込んだ。あの機械が見え、ババッと光を発していた。でな、前に機械の真ん中にガラスのボールがあるって言ったろ。そん中に、人の顔があったんだ。 藤島だ。と思った瞬間、顔が目を開けた。俺は後ろも見ずに逃げ出したよ。いや、狭いところからちらっと見ただけだから、見間違いだろうと思う。そんな馬鹿なことがあってたまるわけがねえ。それから二週間ほどして、恐る恐るまた行ってみたが、店の建物そのものがなくなり、 針金で囲まれた空き地になってたんだ。あと、藤島を引いたトラックはいつまで経っても見つからなかった。あれから50年になるから、とっくに時効だ。まあ、こんな話なんだよ。それと、これは関係があるかどうかわからねえが、そのあたりの時期に、港に近いとこの化学工場で爆発が起きて、 夜が昼間みたいに明るくなったことがあった。死傷者はいなかったみたいだが。でな、俺はどうしても藤島が亡くなったのと、奴が月の風景のあたりを引いたことをつなげて考えてしまって。だから流行ってた時も、仮面ライダーのカードは買わなかったんだよ。 マジない体験者は、早見ミカオル、当時21歳。2005年12月、東京エスク。今から10年以上前、日本であるものが話題になった。幸運を呼ぶ人形だ。異国の地から伝来したその人形は、 テレビで紹介されるなり、瞬く間に大人気となった。叶わぬ声を叶え、貧しい者に富を、やめる者に健康を与える。早見さんも、その神秘に魅了された一人だった。バイト先が、海外の品を取り扱う雑貨店だったため、人形の入手は容易だった。 はやみさんは男女ペアになった人形を2セット入手した。その人形は木製の体に植物の繊維で作られた手足が生えていて男と女を模した2体がセットになっているエキゾチックな工芸品だ。人形の手足の結び方で叶う願いが決まっている。 早見さんは手に入れた二体の人形を、恋愛と金運の願いを込めて結び、自分の部屋の机にしまい込んだ。遊び半分のおまじないでした。テレビで紹介されてたし、何の違和感もなくて。しばらく経ったある日、早見さんの親友の大野さんが亡くなった。 大野さんは夜中に悲鳴を上げ、両親が部屋に駆けつけた時には絶命していた。突然亡くなったのだ。早見さんは大野さんの彼氏を慰め、自分も彼に慰められた。お互いを必要とし合う仲になっていった。ほどなくして、彼女の父親が事故で亡くなった。 倉庫に積み上げられた資材が崩れ、下敷きになった。諸事情により、多額の金が舞い込んだ。恋人と富を手に入れた早見さんは、ふと思い出した。自分が願掛けしたあの人形だ。恐る恐る引き出しを開く。おかしい。ものすごい匂いだ。 古い公衆トイレのような匂い。慌てて引き出しをしみようとしたとき、引き出しから虫が一匹飛び出した。ハエだ。ハエが顔の周りを飛び回り、あっという間に鼻から侵入された。乱暴にむせても、鼻をかんでも、ハエは出てこなかった。しばらく高熱に苦しんだ。 それから現在に至るまで、早見さんは頻発する病気や怪我に悩まされている。早見さんはこう語る。まじないって漢字で呪いって書くんです。遊び半分でやっちゃダメなんですよね、きっと。私がやったことは、おまじないじゃなくて、立派な呪いなんです。 知人から聞いた話です。知人は自転車を運転中、ブレーキトラブルが原因で接触事故を起こし、右足を複雑骨折し、1ヶ月入院しました。入院先の軽病院は20を超える診療科を備え、地方でも比較的大きな病院に分類されます。知人が入院中、 隣の408号室に D さんが入院してきました。D さんは七三分けで中肉中背、猫背で気が弱そうな男性でした。入院に至るまでの経緯が特殊で、看護師と仲の良かった他の入院患者から噂があっという間に広がった。 D さんが初めて警病院の外来に訪れた時のこと、背中が痒くて痛いんです。症状を伝えながら、ずっと T シャツの上から背中を描いていた。D さんに背中を向けてもらい、医師が T シャツをめくると、背中には大きい絆創膏が貼られていた。痒くて痛いです。 伴足をゆっくりと剥がすと、その下には白い軟膏が塗りたぐられていた。医師が白い軟膏について尋ねてみた。あまりにかゆいので、家にあったかゆみ止めを塗ってました。今日も持ってきてます。そう言うと D さんはバッグからかゆみ止めを取り出した。薬局に行けば誰もが見たことのある、 市販品でも名の知れた商品だった。医師は背中の軟膏を拭き取り始めた。かゆみのもとがあるであろう背中の皮膚が一向に見えてこず、周囲は赤黒く腫れ上がり、中央はクレーター状にへこみ、白い軟膏で埋め尽くされていた。医師はさらに白い軟膏を拭き取ると、何かが見えてきた。 白い軟膏のところどころから黒い点が現れた。医師は黒い点々の正体が徐々に見え始めると絶句した。ピンセットで黒い点々をつまみ、ゆっくりと取り出す。昆虫の足だった。ダンゴムシが出てきた。医師の隣に立っていた看護師も、 その異様な光景に小さな悲鳴をあげた。D さんの背中からは次々とダンゴムシの亡きが出てきた。その数十数匹にも及んだ。鋭利な刃物で切られたであろう背中の傷口は直径4センチほど。中にはびっしりとダンゴムシが詰まっていた。 なぜダンゴムシが背中に入っていたのか。D さんに尋ねてみるも、本人も驚いた様子で、いつの間にこうなったのかわからないとのことだった。その後、D さんは縫合手術を行い、背中の傷口を塞いだ。縫合手術から一週間後、抜子のために D さんは、再び、 軽病院を訪れた。すみません、痒いんです。背中が痒いし痛いんです。医師が D さんの背中を見ると、初心の時と同様に大きな板底が貼られていた。板底を剥がすと、また白い軟膏が塗られていた。白い軟膏を拭き取り終えると、 縫合手術の後が見えた。先生、かゆいです。もぞもぞするんです。そう言いながら背中をかこうとする D さんを静止すると、医師は異変に気がついた。D さんの背中、縫合した傷口のある皮膚が、かすかに動いている。それに、傷口が前よりも広がっており、 軽病院では使用していない、粗末な真っ黒い糸で再縫合されていた。抜子後、抜子を担当した医師を含め、その場にいた全員が驚愕した。背中の傷口は塞がっていなかった。それどころか、ぽっかりと開いた傷口の中には、本来そこにあってはならないものがあった。 ダンゴムシだ。生きたダンゴムシが D さんの背中の傷口から外に這い出てきた。それも一匹や二匹ではなかった。D さんも全く身に覚えがないとのことだった。体内のダンゴムシをすべて取り除き、再縫合手術を行い、背中の傷口を塞いだ。 再方合手術の翌々日。抜歯前にもかかわらず、D さんが軽病院を訪れた。眠れないんです。一人暮らしなんですけど、誰もいないはずなのに。寝ようとすると、誰かが背中を触るんです。一昨日から一睡もしていないらしく、ひどくやつれた顔で、 今にも倒れそうな D さんは、当日、即入院することとなった。点滴を打ちながら病院のベッドで、久々の眠りについた D さんだったが、表情は険しかった。やめろ、来るな。幻覚でも見ているのだろうか。時々、 目の前の誰かを振り払うかのように、両腕を激しく動かす姿は、誰が見ても異様だった。また、一人身で家族もいなかった D さんは、同じ病室の他の入院患者に、お見舞いが来るたび、寂しそうな表情を見せていた。抜歯の前日、ナースコールで一人の看護師が、 D さんの入院する408号室へ向かった。トイレに行ってもいいですか ?D さんはそう言うと、ベッドから起き上がり、病室から出て行った。トイレは D さんの病室を出て右手に進み、角にあるナースステーションの先にある。看護師は D さんをトイレの前まで見送った後、再びナースステーションへと戻って行った。 それから30分後、D さんが戻ってくる気配がないため、気になった看護師がトイレへと向かったが、誰もいなかった。トイレから D さんの病室に戻るには、ナースステーションの前を通らなければならず、病室に戻る時に気がつくはずだったが、誰も D さんが病室に戻る姿を見ていなかった。ちょうど見回りの時間だったため、 看護師は D さんの病室に向かった。D さんの病室は4人部屋で、D さんのベッドは入り口から見て左奥なのだが、D さんはいなかった。それどころか、同じ病室の入院患者が全員、忽然と姿を消していた。2時間前の見回りの際は、確かに全員いたのに、 いつの間に病室から抜け出したのか、検討もつかなかった。とにかく早く探さなければならず、夜勤の看護師総出で各階を探すことになった。探し始めて数分後、悲鳴と共とに大きな物音がした。物音がした方に向かうと、4階の特別個室前に人だかりができており、 一人の看護師が病室の入り口の前で倒れていた。特別個室の中は異様な光景が広がっていた。中央に置かれたベッドの上にうつ伏せになっている D さんの背中は血まみれで、本来であれば真っ白なベッドのシーツも真っ赤に染まっていた。その周りを囲うように D さんと同じ病室の入院患者が3人立っており、全員緑色の手術着に身を包み、それぞれ手には様々な手術器具を握っていた。駆けつけた警備員と看護師に取り押さえられた3人は、焦点が定まらない眼差しで口から泡を吹き、意味不明な言葉をブツブツとつぶやいていた。 D さんは血まみれの特別個室の状況から誰もが亡くなっていると思っていたが命に別状はなかった。ただ、再縫合した傷口を何者かに抜死され傷口から大量の生きた団子虫が再び詰め込まれた状態だったそうだ。408号室の入院患者は D さんを含む全員が別の病室に移されたらしく、その後、元408号室の入院患者を見た者は誰もいない。精神病棟に移された。退院して別の病院に入院した。集団で亡くなった。など、いろささ囁かれているが、真相は不明だ。 知人も騒ぎがあった翌日に408号室を覗いてみたがすでに誰もいなかったらしい。いろいろな看護師に何があったか尋ねても帰ってくる言葉は同じだった。患者様のプライバシーに関することは教えできません。ここから先の内容は特別個室前で倒れていた看護師の H さんが 意識を取り戻した後に話していた内容を人捨てに聞いた話だが、あまりにも現実離れしているため、誰も信じていない、知人と私を除いて。夜中の2時過ぎに、看護師の H さんが見回りをしていると、人の話す声が聞こえてきた。声がする方へと向かうと、 特別個室のドアの隙間からうっすらと明かりが漏れていた。気になった H さんはドアの隙間から中を覗き込んだ。中央に置かれたベッドの上に一人がうつ伏せになっており、その周りを囲うように手術着を着た三人と白衣を身にまとった一人がいた。手術着を着た三人のうち、 一人は懐中電灯で D さんの背中を明るく照らし、残りの二人は手術の器具を白衣の医師に手渡している。白衣の医師はハサミのようなもので D さんの縫合手術の跡が残る背中を切り開き始めた。白衣に血が飛び散り、一通り切り開くと、さらに鋭利な刃物、おそらく メスのようなもので切り開いた背中の内側をさらに切り開く。その後、切り口を大きく開いた状態を維持するためか、切り開いた背中の肉をホッチキスのようなものでパチンと止めた。手術着を着た一人がタオルで背中の止血を繰り返したが、血が止まることはなかった。次に、 白衣の意志が白衣の両ポケットに手を突っ込んだ。突っ込んだポケットから黒い何かが溢れ出た。生き物、それも小さい虫であることは確かであったが、それが何かまでは見えなかった。両方のポケットから再び手を出すと、手のひらには大量の黒い何かがもぞもぞと動き、 ぼとぼとと床に落ちた。白衣の石は手のひらを D さんの背中の傷口に押し当てた。出血が止まっていないからか黒い何かは背中の傷口の中になかなか入らない。白衣の石は黒い何かを指で一つ一つ D さんの背中の傷口に押し込む。 目の前の光景に吐き気を覚えた H さんは、その場で落としてしまった。白衣の意志が H さんに気がつき、特別個室の入り口に向かって歩き始めた。H さんは逃げようとしたが、腰が抜けてしまい、その場に崩れ落ちた。近づいてきた白衣の意志が、H さんの前まで来ると、しゃがみ込んだ。 H さんが見たことのない医師だった。どうなされましたか大丈夫ですか白衣の医師は低めのくぐもった声で笑みを浮かべながら H さんの目を見つめながら言った。大丈夫です。そう言おうとした瞬間、H さんは絶句した。目の前の白衣の意志の眼球。 黒目のあるべき箇所が空洞になっており、中から真っ黒い虫、ダンゴムシがぞろぞろと溢れ出ていた。ダンゴムシが眼球を這いずり回っているからか、白目の中に黒目が複数あるようにも見えた。ぐっちゃ、驚いたイッチさんが手を床につくと嫌な音がした。 大量のダンゴムシが潰れ、H さんの手のひらに張り付いていた。H さんの記憶はそこで途切れた。H さんの話では、特別個室には D さんを含めた5人がいたことになるが、実際には4人しかいなかった。しかし、H さん発見時、手のひらには、 確かに潰れたダンゴムシの亡き殻が無数に張り付いていたそうだ。H さんは夜勤が続き疲労が溜まった結果幻覚を見たのだろうと一週間ほど休養を取らされた。当日の特別個室前の通路に設置されていた防犯カメラの映像にも真夜中に特別個室へ出入りする。 白衣の意志は映っていなかった。映っていたのは地面に這いつくばりながら手足を大きく広げ人間とは思えない動きで移動する408号室の患者だけだった。今となっては白衣の意志が何者だったのかは知るすべがない。皆さんも突然体が痒くなった時は 気をつけてください。体内に黒い虫が湧いているかもしれません。うちには一時期、奇妙な白い手袋があった。布製の、見た目的にはタクシーの運転手がしているような、ごく普通の手袋だ。 その手袋は、ある日、母の兄弟の上に置かれていた。母には購入した記憶はなく、家族の誰に聞いても心当たりがないと言われた。それで、母はその手袋を捨てた。数日後、白い手袋がまた兄弟の上に置いてあった。少しくたびれた感のある手袋で、 捨てたものと同じもののように見えた。だけど、特徴があるようなものではなかったので、全く同じものなのかどうかはわからなかった。家族に聞いても、やはり誰も心当たりはないという。たとえ捨てたはずのものではなかったとしても、誰が置いたのかわからない手袋が家にあるのは、気味が悪い。 母はハサミで切り刻んで捨てたが、数日後には、兄弟の上にまた手袋が置かれていた。手袋が置かれる兄弟は客間にあった。常時人がいるような部屋ではないが、窓は閉めたままだし、家に誰かが侵入したような形跡もない。なぜ白い手袋が置かれるのか見当がつかず、 不気味で仕方なかった。その頃の母は妙に気が立っていたように思う。靴下を裏返しのまま洗濯機に入れるなとか、使い終わった食器は水に浸せと、普段なら軽く注意するようなことで怒鳴るようになった。ある日、深夜に帰宅した私が何か食べるものがないか。 母に尋ねに行った時のことだ。母らしきシルエットが見えたので、客間の障子を開けた私は、驚くようなものを目にした。兄弟の椅子に座っている母が、あの手袋をはめた手を、くねくねと動かしていた。踊っているという感じではなく、タコが足をくねらせているような、何とも言いようのない、 気持ちの悪い動作だった。何やってるの母は答えない。ただ自分が映る鏡を、儲けたような顔で見つめている。何度尋ねても答えないので、私は怖くなり、静かに障子を閉めて部屋を後にしました。自分の部屋に戻ったものの、胸のざわめきは収まらない。 もう一度客間を訪れてみると、母の姿はなかった。寝室に行くと、母は寝息を立てて眠っていた。翌日、私は母に客間で何をやっていたのか尋ねた。母は客間になど言っていないと答える。本当にそんな記憶はないのだという。 母の気候はその後も続いた。客まで足を揃えて、畳に寝そべり、白い手袋をはめた右手で目を、左手で口を押さえていた。手袋をはめた手を、床と水平にピンと伸ばし、裸で立っていたこともある。声をかけても反応しない。後で聞いても認めない。 今ならば、携帯の動画にでも撮って、突きつけるところだけど、当時の携帯には動画が撮れる機能などなかった。母にはまるで自覚がないらしく、白い手袋を怖がってもいた。だけど、何度捨てても戻ってくる。そのことの方が気持ち悪いから、と言って、母は白い手袋を捨てなくなった。 父や弟も母の気候には頭を悩ませていた。弟はやめろと言い、力ずくでやめさせようとしたらしく、羽がいじめにすると一旦はやめるものの、手を離すと無言でまた続ける。そんなことを何遍も繰り返し、次第に止める気力も失せたのだという。 母の気候は夜中の1時頃から30分から1時間ほど続く。目を背けたくなるような行動をとり、その間は意志の疎通ができなくなるが、それ以外には大きな害はない。止める術もないため、私たち家族は母の行動を黙認するようになった。 母の帰行が始まって一年近く経った頃のことだ。母の弟であるおじさんが亡くなり、その葬儀に家族で参列した。その時に私は見た。最後の別れをするため、棺に近寄った母が、上着のポケットから白い手袋を取り出し、棺の中にそっと忍ばせるのを、 棺はそのまま閉じられ、ダビーに付された。後にそのことを指摘すると、母は万引きが見つかった中学生のように、ひどく慌てた様子で否定した。それ以来、家の中で白い手袋を見ることはなくなり、気候もやんだ。あの白い手袋が何だったのか、母は知らぬ存ぜぬを貫く。 弟とも考えたが、わからなかった。母方の祖母の家にある、五十年以上前の古い写真の中に、白い手袋をした人が写っていたことを知ったのは、それからだいぶ後になってからのことだった。祖母のおじにあたる人で、ある時から手袋をするようになったらしく、真夏も寝る時も、 外さなかったのだという。手袋をするようになった理由は不明で、亡くなった時も手袋をしたままのおされたらしい。家にあった白い手袋と関係があるのかわからなかった。あれ以来、白い手袋をしている人を見ると、背中におかんが走るようになった。母に感じるようになった。 どこか得体の知れない印象もまだに拭えずにいる。私は以前は心霊体験なんてしたことがなかったんです。しかし、ある出来事がきっかけとなり、それ以来不思議で怖い体験をするようになりました。 すべての始まりは5年前。私が29歳の時のことです。山登りが趣味という友達に誘われて、合計4人で、とある県のとある山に登ることになりました。その山は道がちゃんと整備されていて、初心者でもそこまで苦労せず登れますし、頂上まで行ってから、麓まで戻ってくるのに、 三、四時間くらいです。運動が苦手な私でも、休み休みであれば、問題なく登れる山で、景色も良くて、それなりに楽しめました。頂上から麓まで降りる時です。山登りが趣味の友人を先頭にして、私は最後尾を歩いていたんです。朝に登ったので、昼過ぎの明るい山道を下っていました。 頂上から半分あたりまで下ってきたあたりでしょうか。後ろから足音と何かの気配がしたんです。その気配というのは、身長160センチ前後の私たちよりも、ずっとずっと大きな気配です。他に山を登っていた人たちが降りてきたのかな。それにしてはなんだか変な感じがするけど。 と思って振り返ってみたところ、何もいません。不思議に思って前を向き、しばらく歩くと、やはり、後ろから足音と気配がします。振り向いて、でも何もいなくて、また振り向いても何もいなくて、そういうことが4、四五回続いたので、ちょっと怖くて、 前を歩いていた友達に、実はさっきから変なことが起こってるんだけど、と打ち明けたんです。すると、その友達も私と同じ経験をしていたと言いました。ちらっと振り返ったけど、何もいなくて不思議に思っていた。私たちの話を聞いていた他の友達も立ち止まって、私も同じこと感じてた。 なんかさっきから変だよね、と言い出しました。そうすると、一番前を歩いていた友達が、山の森が趣味の友人で、ぽつりと。山って、たまにこういうことあるんだよね。とりあえず、早く山を降りてしまおう。そう言ったので、私たちは若干早歩きで山を降りていったんです。 しかし、私たちが早めに歩き出すと、足音と気配も、それに合わせているかのように、早くなりました。気にしないようにしよう。振り向いてはダメ。振り向いたらどうなるかわからないから、と強く思っても、気になって振り向きそうになります。焦った足がもつれそうになりながら、 やっとのことでふもとまで降りて、その日は泊まりだったので、宿泊施設までみんなで急いで走っていきました。怖かったね。あれ、何だったんだろうね。と、友達と話しながら、その日泊まるビジネスホテルでチェックインをして、各自部屋に入りました。ホテルに荷物を置き、 みんなでもう一度集まって近くの飲食店へ行って夕食をとった後はホテルに戻って眠ることに。本当は夜の観光地を歩いてみようとかホテルにある温泉に入ろうという話もあったのですが山で起きた出来事でみんなが精神的に疲労していたのでご飯を食べて各自部屋のお風呂に入って眠ることにしたのです。 次に変があったのは夜眠っている時です。一人一部屋でホテルを予約していたので私は一人でベッドに眠っていたのですがうとうとした頃にベッドの近くを誰かが歩いている足音が聞こえました。パタパタ、パタパタと聞こえてくる足音と感じる気配は山の時に似ています。 それに気づいたとき、ゾワッと鳥肌が立ちました。すぐそばに一体何がいるのか、足音と気配の正体を確認したい気持ちがあるものの、もしもとてつもなく恐ろしいものがいたらと思うと、怖くて目を開けられません。絶対に目を開けないように、ぎゅっとまぶたをつぶり、布団を頭からかぶって耐えていたんです。 すると、それに気づいたのか、今度は私が眠っているベッドの上に何かが登ってくるのがわかりました。ベッドの上を何かが歩いている気配と、それに合わせて、ギッ、ギ,ッギッ、ギッと、ベッドがきしむ音が聞こえて、ますます恐怖が募りました。その気配は、 それでも私が布団から出ないと気づいたのか、思いっきりベッドの上を飛び跳ねるようになったのです。大きな気配がベッドを飛び跳ねる音と、それによる振動の恐怖に耐え、何時間経ったでしょうか。やっと朝になり、カーテンの隙間から朝日が差し込んできて、部屋の中が明るくなったのを布団越しに感じました。 その頃になると、さっきまで聞こえていたベッドを飛び跳ねる音も、気配も、すべてなくなっていたんです。またあの気配がやってくるんじゃないかと怯えながら、素早く着替え、荷物を持って部屋を出ると、友達三人はすでに廊下に行って、荷物を持って青ざめた顔で固まっていました。友達は皆、 夜のうちに私と同じ体験をしたようで、その後は朝食も食べずに、すぐホテルを出て家に帰りました。本当はそのまま家に帰るのではなく、お寺かどこかへ行ってお祓いなどを受けたかったのですが、とにかくみんな疲れていたので、そういった話はできなかったのです。家に帰ってからしばらくは、 またあの足音が聞こえてくるのでは、気配があるのではと怯えていましたが、不思議と変わったことは起きませんでした。何も怖いことが起きない日々が続いたので、いつの間にかあの体験による恐怖は薄れていったのです。後日、山登りが趣味の友達が他の人に聞いたりして調べてくれたのですが、私たちが登ったあの山には、 実は山の主が住んでいるのだそうです。その山の主はいたずら好きで、波長が合う人間を見つけると、わざと足音をさせながら、後をついて行ったり、気配をさせて驚かせるのだとか。私たちが泊まったホテルに山の主が出たのも、おそらくいたずら心から、 驚かせるつもりだったのでしょう。家まではついてこなかったのは、その山から遠く離れている場所には、山の主も来られないからではないかと言っていました。それ以来、私はあの山に登っていないのですが、山登りが趣味の友達は、まだ時々あそこへ行っているようです。友達は、たまに、 自分の後ろをついてくる足音を聞いているようですが、最初に聞いた時よりも恐怖心はないと言っていました。今もまだあの山にはいたずら好きの山の主がいて、波長の合う人間の後をついていって驚かせているのでしょう。